ジオラ・ガンディには、イタリアの画家である。パルマで生まれた。幼い頃、家族とベネツィアに移った。幼少期に、ポリオに罹患したが、教員資格を取得し、画家としての才能を発揮した。サン・ジェレミア教会の向かいの建物の2階に住み、部屋の窓から、カナル・グランデやホンダコ、デートルキ、サンタ・ルチーヤ駅が見えた。その部屋をスタジオにした。 ベネツィア美術アカデミーのヌードコースを受講し、ブルーのサイティや、ヴィンチェンツォ・デ・ステファニのスタジオで学んだが、彼女の絵画のスタイルは大部分、独学で作られたとされる。1929年から1941年の間が、創作活動が最も活発な期間で、ベネツィアの新しい美術の展覧会、フォンデ・シオネ・ベビロック・ワラ、マサヤ1935年の第二回のローマ。 クアドレンナーレ、1940年のベネツィア・ビエンナーレなどの多くの展覧会に出展した。病気で外出が自由にできなかったので、自分の住む住居の住人などを主に描いた。忘れられた存在であったが、20世紀後半に再発見され、2014年にミラノでマリア・ビンカやエルネスタ・オルトレモンティ、ガブリエラ・オレフィスらのイタリアの女性が形とともに、 展覧会に作品が展示された。ありがとうございます。